運なかレシピ、教えてくださるのは料理研究家の西ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。今日教えていただくのはこちらです。とろとろ焼きなす丼ですね。ちょっと絵面が地味で、どうかなって思うかもしれないんですけれども、いえいえそんなことないですよ。私のレシピの中で本当に美味しいレシピです、いやでもとろとろっていうのがですね、このテカリからちょっと伝わってきますよ。わかります。よかったです、私焼きなすっていうのが大好きなんですけれども、特にね鹿児島の伝統野菜の白なすで作った焼きなすが大好きで、それをさらにあんかけにしてご飯にかける丼分にしてしまおうという、今日はレシピをご紹介したいと思います。あの昔から鹿児島で作られている白なすなんですけれども、あのこういうベーナス系と長ナス系があるんですが、どちらも特徴的に皮が硬いんですよ。硬いんですね。そうなんです。この紫色のナスは皮ごと食べられるじゃないですか。そうですね。食べられないわけではないんですけれども、皮が硬いので、例えば焼きナスにしてみたりとか、このベーナス系は半分に切って、あの味噌を塗って田楽にして焼いてすくって食べるとか、そういう皮をちょっと残すような食べ方をするとすごくおすすめです。このまま切って味噌汁に入れると皮が硬くてすごく口の中に残っちゃうんですよね。なので味噌汁などはこういう紫色のナスで、焼きナスにはぜひこのね白ナスを使ってもらいたいなと思います。じゃあ使い分けが大事ですね。そうですね。でも今月雨がね長かったのでちょっとお野菜高騰してますけどね。ナスもちょっと心配なんですが、秋ナス美味しくなりますのでね、これからまた出てくることを期待したいと思います。それではまずは材料です。材料は2人分です。白ナス1本、生姜1かけ、だし汁 200cc、 地酒と薄口醤油はそれぞれ大さじ1、濃い口醤油が小さじ1です。そして水溶き片栗粉が片栗粉大さじ1、水が大さじ2、そして欠かせませんご飯が2膳分、刻みネギと鰹節が適宜となっています。それではお願いします。はい、では作っていきます。まず白ナス焼いていくんですけれども、焼きナスにするんですが、焼きナスのポイント、よくここをね、爪楊枝などで刺して穴を開けるっていうレシピもあるんですが、私はこのお尻のところから菜箸を使って空気穴を作ります。こんな感じ、指を刺さないように気をつけてくださいね、結構深く刺すんですね。そうですね、この辺ぐらいまで、刺すとここに空気穴ができて、網で焼いているとここからシュ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 蒸気を出してくれるんですね。なので破裂することなく美味しい焼きナスができます、穴を開けたら網の上で、焼いてください、手で触って柔らかくなるぐらいまで焼いてください、オーブンとかトースターでも作ることができます。焼いたらこんな感じになるんですね。ちょっとシワシワのおばあちゃんになっちゃいましたね。あれ、大きさも半分ぐらいになってそう、で、そうそう、このヘタの部分ね、焦げやすいので焼く前にこうやって剥がしておくといいかもしれないです。でその処理までして焼いたものが、焼いたのがこちらです、触るとこんなに柔らかくなるんですよね。もう映像からも柔らかさ伝わってきます。で熱々は火傷しちゃうので冷めてからで結構です。白ナスの皮きれいに剥けるので、こんな風に剥いてください。すごい綺麗にお尻まで剥けてますね。そうちゃんと焼くことで皮が綺麗に剥けますね、難しいのかと思っていたんですが、皮を剥く作業もこうすると簡単ですね。果肉が硬いのでしっかりしているので水分が出ないので、本当に焼きナスにはおすすめですね。これを5等分ぐらいのに切ってください、こちらが切ったものです、焼きナスは皮を剥いて焼いておく切っておきます、そして生姜ですけれども千切りにしておいてください、皮が硬いものは皮を剥いていただいて、今日はね新生姜があったので皮ごと使っています、さあ鍋にだし汁を温めていきますよ、だし汁が 200cc、 今日は昆布とカツオで一番だしを取っています、お好みのだしを入れてください。そして薄口醤油と地酒大さじ1ずつ入ります、そして小さじ1杯分の濃い口醤油、味付けはこれだけですね。調味料は自宅にもすでにあるものでできそうですね、あるものでできるようなレシピを考えています、いつも。いや、さすが西先生です。これすぐ煮立ってくると思うので、煮立ってきましたら先ほどの焼きナスです、こうやって見てみると焼きナスも食べやすいサイズになってますね。そうですね、丼にしたいと思いますので、で、生姜、これは好みで量調整してください。今日は1かけ分ですね。生姜と
焼きナスを入れて火にかけます、うん、香りも良くなりそうですね。で今日はねあんかけにするんですけれども、はい、ナスだけじゃなくて他のものでも代用できると思うので、うん、あ、はい、なんね、あのヘチマとかも今あるじゃないですか。そうですね、こんな感じでヘチマを入れて丼にしてもいいですし、うんうん、魚介類もいいと思います、うん、白だしと薄口醤油、はい、違った地酒と薄口醤油と濃い口醤油です、うん、はい、でこれ焼きなすにはもう火が通ってますので、うん、温まる程度でいいです、うん、で生姜も生でいけますからね、はい、そんなに強く煮立てることはないと思います。こんな風にくつくつ温まってきたら、はい、水溶き片栗粉です、はい、片栗粉大さじ1に対して水大さじ2で今日は作ってあります。これを溶き入れます、はい、これでとろみ付けですね、はい、とろみもやっぱ好みなので、うん、片栗粉の量加減してください。とろみ出てきましたね。はい、あっという間ですね、焼きなすの準備さえできれば。そう、焼きなすがちょっと大変ですけれども、はい、そこだけクリアしてくれればあとは簡単です、うん、私結構たくさん焼きなすを作って冷凍してあります、はい、皮を剥いた状態で冷凍保存で美味しくいただけるんですね。そう、この切った状態で冷凍しておくと、うん、味噌汁の具に入れても美味しいですし、なるほど、おそうめんの上にちょっと乗せて乳麺にしても美味しいですし、焼きなす大活躍です。じゃあ一気に作って置いておくのもいいですね。いいですね。さあ出来上がりましたら熱々のご飯にかけますよ、はい、あ、とろみが美味しそう。たっぷりと。ちょっとナス小さかったから2人分じゃ喧嘩しちゃうかな。じゃあ大きいものを選んでいただくか本数増やしていただきましょう。であとは刻みネギと、うん、鰹節を好みで乗せていただいたら出来上がりです。こちらです。